はい、どうもおじゃまして、バンプです。はい、今回、このツイッターにね、公式から新しい情報が出ましたということで、このね、火薬がある、この薬莢のやつ、気持ち悪いじゃないね、なんか、こんなのやつです。はい、これね、内容としては、強い球が買えなくなりましたっていうね、感じです。はい、以上。でね、じゃあ詳細見ていきます。CBJ だったり、なんかね、何これ、トレーダーからね、買えなくなっただけで、買いだめてる人は強い球は買えるらしい。です。はい。で、今80とかも買えないのかな、うん、こんな感じで。ほんま今やさっきはね、10分前ぐらいにね、アップできて、買えなくなりました。羽衣 A1 はいけるよね、さすがに。羽衣 A1 もいけません。はい、そういうことです。羽衣もいけれんのや。じゃあ何がいけるん？じゃあ何いける？羽衣 A1 いけれんかったら何がいけるんやろか。とりあえずまあ、羽衣 A1 クラス無理になったってことで、BS はなんかいけるみたいな話がさっきあったけど、なんだろうね、BS はいけた？フレッシェットとかどう？ショットガン系。うう、ダメだ。フレッシェットもダメなんだ。マジか。買えないんだね。あ、そうね、さっきね、AP、サブマシンガンの AP が買えたんだよね。どこ行った？どこ入れたんだ？あ、たこれね。この AP だけはね、ディーラーからまだ買えたんで、こいつはね、今、サブマシンがメタかもしれないですね。今の環境下。でも、買いだめてる人だったらね、関係ないから、こういうハゴゴ A1 とかハゴロ A1 使えない。結局。で、なんかね、そういうこと？なんか今コメントでね、これ PMC50 人やれば、治るんですよね。そういうことなんや。なんかね、ピースキーパーに新しい、はい、ザ・パニッシャー・ハーベスト。っていう、これはタスクが出てきたんだけど、新しく。これをワンチャンクリアすると、まあ、50体か。25レベル以上のドッグタグと、PMC50 キル。これ終わったらワンチャンいけるんじゃないかっていう情報がありますね。で、BS は交換だからいけるらしい。BS 交換ちょっとなんだ？誰だ BS 交換？家が。だから交換品だと、弾はね、交換できるっぽいね。家が、じゃないね。誰か、もう俺は交換しないから分からんけど、プラパーね。プラパー、プラパーの BS。交換品だからどこですか？わかりません。どれ？おいおい、ノー編集で出すつもりだったのによ、これ。左上。あ、これか。オッケー。これだったらいけると。あー、なるほどね。じゃあこれめっちゃ高いやん、今。ホットロットとさ。ホットロットとマルボロ革命来てます、今。うん、高すぎ。アホですね、この2つ。この2つ今値上がりしてんで、皆さんね、売るようにしましょう。見つけたら持って帰りましょう。はい。以上、まあそんな感じかな。はい、ノーカットでお送りいたしました。リアルタイム。これね、動画上げたいと思いますんで、皆さん。見ていただければなと思います。まあ基本的に、あ、弾ここ見ていけばいいやん。うん、なるほど。はい。以上。ということでね、セルフで、BGM 流したいと思います。セルフ BGM で、今日は送らせていただきます。また別の動画で会いましょう。はい、OK。これを、あげますんで、今から YouTube にノーカットバージョン。